デアンソニー・メルトーンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ノースハリウッド出身のプロバスケットボール選手 NBA のメンフィスグリーズリーズに所属しているポジションはポイントガード南カリフォルニア大学に進学し1年目から主力としてプレーしたが2年目のシーズンが始まる前に家族に 詐欺容疑がかけられたことで NCWA から1年間の出場停止処分を受け、プレーできなかった。そしてこのシーズン終了後、2018年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2018年6月21日に行われたドラフトにおいて、2巡目、全体46位でヒューストンドケッツから指名を受け、その後契約したが、 サマーリーグ終了後の8月31日に、ブランドン・ナイト、マーキー・ス・クリスとのトレードで、ライアン・アンダーソンと共にフェニックス・サンズへ移籍した。1年目のシーズンは50試合に出場した。2019年7月7日に、カイル・コーバー、ジェボン・カーターとのトレードで、ジョシュ・ジャクソンとドラフト指名権と共に、メンフィス・グリーズリーズへ移籍した。2年目のシーズンは、 ジャモランとタイアス・ジョーンズのバックアップガードとして前年を上回る60試合に出場した。オフに FA となったが2020年11月21日にグリズリーズと4年3500万ドルで再契約した。ペリッツ、スコット・グリーシン &AJ、FBI ・アレスツ・フォーカレッジ・バスケットボール・アシスタンツ、オン・チャージズ・オブ・フラウド。 USA Today 2021年1月10日閲覧。Facebook でアンソニー・メルトンアナウンスヒーズ・ウィズ・ドローイングフロム・ m USC。ロサンゼルスタイムズ2021年1月10日閲覧。サンズ・アクワイアライアン・アンダーソンでアンソニー・メルトンフロム・ヒューストン。フェニックス・サンズ2021年1月10日閲覧。グリズリーズ・アクワイアジョシュ・ジャクソン アンソニー・メルトン、&2 ツー・フューチャー・セカンド・ラウンド・ドラフト・ピックス・フロム・サンズ。メンフィス・グリズリーズ、2021年1月10日、閲覧。スタッチ・セク、メンフィス・グリズリーズリ、サインで、アンソニー・メルトン。グリズリー・ベア・ブルーズ、2021年1月10日、閲覧。ありがとうございます。